休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番3、20番辻元君。ただいま議長のお許しをいただきましたので一般質問を行います。ここから見ますと久しぶりに、傍聴席が満タンということで大変こう緊張しております。後で答弁される市長も若干緊張しているんじゃないかなと思いますけれども、今回は平木市長に対しての質問のみであります。海津の新聞報道にあったとおり、来年3月18日に投開票される橋本市長選挙ということであります。私は過去2回、前木下市長の時なんですけれども、対して、任期中の総括と次期市長選への出馬意思について、一般質問を行いました。これは2009年、平成21年と2013年、平成25年のともに12月でありました。今回はまあ9月ということで、若干早いんではないかなという気はしておったんですけれども、タイミングよくマスコミ報道されしていただきましたので、ちょうどよかったんではないかなと、このように思っております。今回は平木市政の総括と市長の講演会が中心となって、動かれて、多くの出馬要請、聞くところによりますと、200強ということなんですけれども、ある中で、出馬の意思が市長自らおありであれば、市長自らの言葉で、出馬表明をいただきたく質問を行いました。それでは発言事項に沿って、質問をしていきます。約3年半にわたる平木市政1期目の総括と今後平成30年度からの市政、次期市長選について平木市長の所見を伺います。平成18年の市町村合併という、大変厳しい時代に木下市政が誕生いたしまして、新しい町づくりに中年間、木下市長のもと、職員、私たち議会とも一丸となって電力を上げてまいりました。そしてその後を受けて、平木市政が誕生いたしました。大変厳しい選挙戦でありましたが、50代の若い力に期待する市民の声の大きさにを私も感じ取ることができました。さて1期目、平木市政も早3年半が経過しようとしております。選挙戦で掲げた公約の実行に取り掛かる中で、想像以上の大戦乱により、思いのままに市政運営ができず、また精一杯の努力により、将来に向けて厳しく改革を進めようとされているにもかかわらず、市民の方に若干わからない点もありまして、少し不満の声も聞こえています。しかしながら、本当にこんな厳しい中で精一杯頑張っていただいている姿を、やはり市民の方に知っていただくことが私たち議会議員の責任でもあろうかなと、このように思います。市長さん就任3年半を市長自らがどのように総括されているのか、またこれからの橋本市政についてどのように考えておられるのかをお尋ねしたいと思います。一つ目に、平木市政約3年半の総括について、とりわけやり残したこと、できなかったことがあったのかどうか、そのことについてお答えいただきたい。二つ目は、今後、平成30年以降の橋本市政について、どのように考えておられるのか。三つ目は、来年3月実施予定の橋本市長選挙への出馬意思についてお尋ねいたします。以上、壇上からの質問といたします。20番辻元君の質問。平木市政の1期目の総括と今後の市政に対する答弁を求めます。市長。平木市政の1期目の総括と今後の市政についてお答えをします。私が橋本市の市政をお預かりして1年半になろうとしています。この間、人口減少や少子高齢化が一段と進んだ社会の到来と、震度
震度7の地震が2度発生した熊本地震など、過去に経験したことがない社会行動の変化や想定を超えた自然災害に対応する時代に立ち向かう転換期であったと思います。本市において合併後10年を経過する中で、橋本市のさらなる飛躍を誓い、市民の皆様と共に最大多数の最大幸福の実現に向けて、全力でまちづくりに取り組んでまいりましたが、これまでの歩みについて振り返ってみたいと思います。折しも私が市長に就任した平成26年は、合併後の新市まちづくり計画に沿った各種事業もおおむね完了する時期で、保健福祉センターの建設、市内小中学校及び公共施設の耐震化事業、橋本小中一貫校の建設、綾野台小学校の建設など、大型公共工事が完了したものの、土地開発公社の解散にあたり、その債務を清算するための第三セクター等改革推進債や、職員の大量退職に伴い発行した退職手当債の借入など、本市の財政規模は大きく膨らんでおりました。合併特例債等の活用で、市負担は低く抑えることができましたが、市税や地方交付税の減少、社会保障にかかる扶助費や委託料など、物件費の増加、借り入れた市債の償還が本格化するなど、厳しい財政運営を強いられる時期でもありました。このような状況でありましたが、私の政治信条であります、現場主義と市民共同、誠実公営奉仕を貫き、6つの重点施策を柱として、スピード感を持って市政運営に当たってまいりました。重点施策の1点目である、さらなる行財政改革により、歳入の確保と歳出の削減に努め、財政の健全化を進めることですが、歳入の確保については、市税の収納率の向上に努めてまいりました。加えて、ふるさと納税においては、地場産品を返礼品として、品数、品質を充実した導収を図りました。また、法的措置を視野に入れた市債権の回収、遊休資産の売却、地籍調査の推進などに取り組み、自主財源の確保に努めてきました。歳出の削減については、長期総合計画に基づく各政策分野の施策について、財政的な見通しを踏まえた実行に努めており、行財政改革推進計画により、スクラップ&ビルドに取り組んでまいりました。投資的経費についても、事業効果や緊急性などを精査し、事業の平準化など、適正化を図りつつ、公共施設等総合管理計画を策定し、人口減少に応じた施設の統廃合に着手したところです。また、事務を効率的に進めることについては、個人番号制度の導入に伴い、全国のコンビニエンスストアでマイナンバーカードを使用した住民票の写し、印鑑証明登録書等を取得できるサービスを県内最初に開始しました。また、クラウド方式による町内の情報システムの構築により、サービスの向上と経費の削減につなげることができました。2点目の地域経済の活性化と地場産業の振興、雇用の拡大については、平成27年4月に橋本ブランド推進室を立ち上げ、県商工会議所、商工会 JA から職員、派遣された職員とともに、官民一体となったチームを結成し、橋本ブランドの構築に取り組んでまいりました。本市の持つ地域資源や優れた技術力と、全国の中小企業などが持つ技術、製品と組み合わせた商品など、一昨年度で24件の新商品の開発を支援しました。地域の特産品の消費を拡大するため、全国外への販路開拓にも力を注ぎ、私自身が自治体の市長や事業者に対して、特産品の PR を行い、徐々にではありますが、新商品の開発による販路拡大や自治体間による経済交流が進んでまいりました。シティプロモーションにも若い世代の斬新な考え方を取り入れるため、商工観光課をシティセールス推進課に機構改革し、市外から定住を促進する定住促進係を設けました。また、観光キャンペーンでは、経済推進部が一体となった
プロモーションを展開することで、観光入り込む客数も増加しています。企業誘致につきましては、現時点で木の光大用地を中心に36社と進出協定を締結し、28社が操業を開始しました。地元雇用も480人となり、雇用機会の確保と税収増に大きな役割を果たしてきております。また、現在、県南海電気鉄道株式会社と3社で、新たな企業団地である綾名台北部用地の開発を進めているところです。3点目の農林業の振興と後継者の育成では、遊休農地などを活用した付加価値の高い特産品作りや、耕作放棄地など利用集積マッチングにより新たな就農者を増やす取り組みを実施してまいりました。また地域や農業従事者と一体となったイベントの実施やふるさと納税の返礼品とすることにより特産品の PR にも力を注いできました。いずれにしても農業所得の向上につながることを第一と考え実施してまいりました。4点目の安心して暮らせる医療と福祉の充実では、まず健康寿命を延ばすことが市民の安心した暮らしにつながると考え、がん検診などの受診率を引き上げるために広報活動に力を入れ、早期治療にかかれるよう取り組んでまいりました。保育環境の整備では、要一元化計画に基づき橋本こども園、大御こども園を整備し、質の高い保育の提供を進めてまいりました。子育て支援では、子育て世代の経済的負担を軽減するため、平成27年度から医療費助成制度の対象を中学生にまで拡大しました。次に、子育ての相談窓口を一本化し、産前産後から18歳まできめ細かやな支援体制を構築するため、本年度より子育て世代包括支援センターを設置しました。また、子どもの貧困の連鎖が深刻する中で、虐待、学力低下、不登校などの課題解消に向け、教育現場と保健・医療・福祉行政の連携を強化するために、総合政策部内に教育・福祉連携推進室を設置し、この取り組みの一つとして、子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくりなどを目的とした橋本子ども食堂への支援や、支援をこの9月から開始したところです。高齢者が住み慣れた地域でいつまでも生活できるように、包括的なサービスの支援や、提供する地域包括ケアシステムの構築するため、地域で助け合い、支え合える仕組みづくりを始めるとともに、介護予防事業の充実を図りました。また、高齢者が生活しやすい環境の充実を図るため、コミュニティバスとデマンドタクシーを併用した新たな交通手段を本年12月より試験的に導入します。医療の充実に関しては、市長就任時より市民病院の医師を5名動員するなど、安全安心な医療を提供することに努めてきました。男女共同参画社会が広まる中で、女性が持つ悩みも増えてきており、これに対処できるよう女性相談員を育成し、本年4月から女性電話相談を始めました。5点目の確かな学力と生きる力を持った心豊かな子どもの育成では、橋本市総合教育会議において教育会大綱を定め、その理念とする人が学び合い、共に育むまちづくりの実現に向け取り組みを進めています。子どもの命を大切にし、人権を尊重する教育を充実させる中で、いじめ、不登校、引きこもり、虐待などの対応を強化するため、教育相談センターの職員を動員し、相談体制の充実を図りました。学力向上については、地域、家庭、学校が連携し、小中学校の地区公民館などにおいて土曜講座を実施し、学力の向上と子どもの居場所づくりに取り組んできました。さらに、実践的な学びの拠点を地域に根付かせる取り組みをさらに進めるため、本年度から社会教育課に教育コミュニティ係を設置し、地域の力を学校に、学校の学びを地域に広げるコミュニティづくりに力を注いでまいります。また、子どもの成長に欠かすことのできない読書の大切を伝える読書スタッフを平成28年度から動員し、
小中学校の図書室で児童生徒たちがたくさんの本をと出会えるように努めてきました。教育環境の整備については山田地区公民館を新設するなど、公民館を生涯学習活動の拠点として住民が主体となる地域づくりを進めてまいりました。耐震化は終了したものの、老朽化が深刻になっている校舎については、大御小学校、神室小学校では現在、大規模改修を進めています。また、学校給食センターについても、老朽化が著しく、アレルギー対応の給食を提供できる新たなセンターの建設を決断し、平成30年9月の稼働に向け、現在、工事を進めています。しかしながら、小中学校へのエアコン導入については、財政状況が悪化する中で、校舎の大規模改修、給食センターへの対応を優先せざるを得ないと判断し、現時点では図書室のみへの配置にとどまっております。6点目の都市基盤整備を進め、災害に強い安全安心のまちづくりでは、平成27年9月に国道371号橋本バイパスが全面開通いたしました。整備の促進に関しては、多くの市民、議員各位、そして県の協力をいただきましたことに、改めてお礼を申し上げます。大阪都市圏への輸送、移動の基幹道路として、ますます重要な道路となりますので、新君津トンネルや大阪側の工事が一日も早く完成するよう取り組んでまいります。また、都市基盤である道路、橋梁、都市公園、市営住宅、上下水道などは、計画的かつ予防的に更新や修繕を行い、公共インフラの超準備化を図ってきました。中心市街地土地区画整理事業については、本年度で先行区域の整備が完了し、今後、管理処分を行っていきます。ただし、休止区域については、事業の継続を断念し、中止したところです。防災機能の強化においては、近年の想定を超える自然災害の発生に対して、地域防災計画を見直し、災害時の食料、生活必需品などの備蓄量や災害対応実務マニュアルの作成などを行いました。自主防災組織については、防災訓練を実施することにより、いざというときに備えることができるよう、地域の防災活動を支援してきました。また、市民の生命財産を守る消防救急体制については、平成28年4月に、橋本市消防本部庁舎内に、橋本伊都地域消防司令センターを設置し、緊急時の初動体制の充実を図りました。さらに、消防車両や指揮台の整備をするとともに、消防職員も平成27年度以降、順次動員することで、市民の安全安心な暮らしのために努力を努めてまいりました。で、財政の安定化につきましては、危機的な状況から脱却を目指し、平成28年度から人件費の削減、臨時嘱託職員の適正配置、物件費等の削減、投資的経費の抑制、補助費等の見直しなどの財政健全化に取り組んでまいりました。その結果、平成28年度においては、地方交付税や地方消費税交付金などが、前年度に比べ、約5億2000万の減少となったものの、財政健全化による効果が7億7000万円となったことから、基金残高を減らすことなく、黒字を確保することができました。しかしながら、平成30年度以降も、市税収入や地方交付税の増加が期待できない中、さらに厳しい財政状況になってまいります。選択と集中により、今まで以上に歳出の抑制を図りながら、財政健全化に取り組む必要があると考えています。以上、これまでの主な取り組みを申し上げましたが、私の市政運営が市民の皆さんにとって、最大幸福の実現につながっているかと、自問自答する日々でありました。改めて議員各位と市民の皆さんにさせていただきながら、歩んでこられたことを実感しているところです。さて、私の任期も残り半年となります。残された任期を今まで進めてまいりました施策を実行し、市民の一人一人の幸せを実感できるよう、
全力で市政運営に取り組んでまいります。今私たちが直面している大きな課題が人口減少社会、少子高齢化社会への対応です。国の地方創生の政策に基づき、本市でも地域性や資源を生かした橋本創生総合戦略を策定し、住んでよかった、住みたくなる町の実現に向け、雇用の創出、定住促進、移住促進、出産・子育ての支援、安心安全な暮らしの4つの基本目標を挙げ、着実に橋本市への新しい人の流れを作り、人口減少のカーブを緩やかにするために取り組んでいきます。特にこれからは市民の皆さんとの共同によるまちづくりが大切であると考えています。そのためには市民の皆さんと情報を共有、市民の皆さんとの情報共有と市政への参画を一層進めていかなければなりません。地域とのコミュニケーションを深め、今一度自分の住んでいる地域を見直していただき、地域の将来像も一緒に考えていきたいと思っています。また市民の皆さんのご意見を市政に反映するため、平成27年度からカフェミーティングを開催しております。これからも市の懸案事項など深く議論をいただいたご意見の中から市政に反映できるものは積極的に取り入れてまいります。この市民共同のまちづくりを進めるために、現在、仮称橋本市自治基本条例の策定に取り組んでいます。この条例を旗印として、これからのまちづくりを市議会、市民の皆さんと共に進め、元気な橋本市を作っていきたいと考えています。このため、平成30年度からの10年計画として、策定中の第2次長期総合計画においても、市民共同を中心に政策目標を挙げ、計画的なまちづくりを進めていきたいと考えています。経済対策においては、京奈和自動車道、紀北西道路及び大和御所道路の開通により、企業立地や観光振興に上がる町の優位性がさらに高まりました。町に活力を生み出す雇用の創出については、企業誘致をするために、綾野台北部用地を開発するとともに、営業活動を推進してまいります。橋本ブランドの構築についても、これまでの施策を継続しながら、頑張る事業者をさらに応援し、地域経済の活性化を図ります。観光振興においては、10月に設立される広域観光ビジネス共同体 DMO が実施する観光事業を支援するとともに、交流人口の増加と経済効果を高めていきたいと考えています。また、広域連携と地域移転を支援した観光と食をミックスしたパッケージ商品の開発なども進めていきます。子育て支援においては、子どもの貧困の連鎖による虐待、学力不振、不登校など、課題のある子どもが増加する中で、子育て包括支援センターの機能を強化しつつ、子どもの家庭総合支援拠点の設置など、安心して子育てできる環境づくりを進めてまいります。医療費助成などの経済的負担の軽減にも引き続き努めてまいります。地域、家庭、学校が一体となって、地域での子どもの成長を見守る仕組みづくりをさらに進めてまいります。老朽化した保育、教育施設の対策として、子ども園の整備や小中学校の大規模改修などについても、引き続き計画的に進め、これからも良好な保育、教育環境を整えてまいります。高齢者対策につきましては、住み慣れた地域で元気に暮らしていけるように、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域での助け合い、支え合いの仕組みづくりのスピードを早めてまいります。災害に強いまちづくりを進めるとともに、近々の課題であります。公共インフラなどの耐震化を進めていかなければなりませんが、まず災害時における共助の仕組みづくりが大切であります。各地域には自主防災会が結成され、防災訓練も熱心に開催していただいておりますが、やはり被災したときには、子どもや高齢者、障害者の方などが避難や避難所生活において配慮を必要とする人たちへの救済体制も整えていく必要があります。このほかにも課題は山積しており、橋本市の成長を持続させるためには、これまでの取り組んでまいりました政策を
さらに進めていかなければなりません。次期市長選挙については200を超える団体から出馬要請をいただいたところであり、私自身これまでのまちづくりを基盤として市政運営の責任を全ういたしたく、ここに来年3月の市長選挙への出馬を決意したところです。この場では私の2期目にかける思いの一端しか申し上げられませんでしたが、何よりも一人一人の思いが大切にされるまちづくりを、そして一人一人が幸せを実感できる橋本市を作り上げていきたいと思う思いで取り組んでまいります。20番辻元君、再質問ありますか。20番辻元君。市長、大変詳しく説明いただきましてありがとうございました。細かいことについてはもうこの場では質問をいた再質問いたしません。一点だけ、特に市長としてこの3年半でやり残したことがあればちょっと言っていただいたらいいかなと思うんですけども、特にあれば。はい、市長。はい、辻元議員の質問にお答えします。この3年半っていうのは、非常に私も想像していなかったぐらいの厳しい財政状況の状態でありました。その中で、できなかったこともあります。エアコン、小中学校のエアコンにつきましてもいろいろ考えましたが、ここへ私が来て初めて分かったのが、学校施設の老朽化っていうのが、今先ほど小中学校4校と言いましたけども、これ全体を見ますと結構、他の学校の施設も傷んできているというふうな問題もありまして、特に子どもたちが毎日使うトイレの問題、学校でトイレできなくてこう家に帰ってしているっていうふうな現状もありますし、そこの部分が公約で挙げておきながらエアコン設置ができなかったということは、私にとっても大変、子どもたちにも苦しい思いをさせておりますが、現状の老朽化ということの中で、先に給食センターであったり、学校の施設のひどいところがあったり、そういう部分でできなかったこともあります。あまり言うと愚痴ばっかりになるんで、あえて、公約の中でできなかったのがやっぱりエアコン設置だったかなというふうに思いますが、今後、学校施設をどういう形で順序よく整備計画をつけて作って、整備をどこに重点を置いて学校施設の整備をしていくのかっていうのが、大きな課題になってきてます。なかなか自分で評価することが難しいんで、今後ともまた議会の皆さんのお話も聞きながら、できなかったことについても改めてもう一度振り返って検討してまいりたいというふうに思っています。20番辻元君。はい、ありがとうございます。財政状況は、市長としてお受けいただいたときに財政状況がかなり悪かったということについては、我々議員としても十分反省せないかんのかなとこのように思います。そんなことでいろんな厳しい財政状況の中でもいろんなことをやっていただいておると思うんですけども、我々議員というのはそのことは十分理解をしておるんですけども、一般の市民の方というのはなかなかそれを理解できないというか分からない点がたくさんこうあろうかと思うんです。で、今日のこの一般質問を聞いていただいた方は分かると思うんですけども、多くの方は分からない方がおられるんで、その辺については今後十分、今日出馬表明をいただきましたので、
今後多くの市民との対話の中で本当にこう厳しい大規模の下、財政状況の下で1期目の4年間こんな取り組みをして、そして特にこの財政状況が悪い時っていうのはスクラップ&ビルドっていうのがどれだけ大事かっていうのは分かると思うんですけども、そういうことをどれだけ行ったかっていうことを数字を交えて詳しく市民に説明をしていただく、そして理解をいただくということが大変大事かなと思いますので、その辺については今後の、まあ、来年3月の市長選までに十分市民との対話を通じてやっていただけたらなと思います。ここで1点だけ、まあ、お願いと言いますか、前回の市長選がありまして、平木市で誕生に、まあ、私も微力でありますけれども頑張った一人として申し上げたいことが、まあ、1点あります。今、まあ、市長言っていただいたんですけれども、選挙時の公約、市長の公約というのは大変重いものがあるんかなと私は思うんです。で、国政選挙における政党のマニフェスト、これと市長選挙での市長の公約というのは全然意味合いが違うと思うんです。で、公約というのはやはり実行すべきものだと私は思ってます。何においてでも大変厳しい財政状況であってでもその公約を果たして他のところで削減していくと、これがまあスクラップ&ビルドだと思うんですけども、その辺はぜひまあやっていただけたらなと思うんですけども、まあ一定 例なんですけども、木下前市長というのはその公約を大事にされてました。で、コミバスの無料パスを出されたんですけども、その時も私は木下前市長にもう無料っていうのはダメやから100円か何かでも統一して、やったらどうですかということを何回も言わせてもらいました。そしたら木下市長はこれはわしの公約やということで、ガンと私らの意見は聞いてくれませんでした。まあ、それぐらい公約というのは大変大事だと思うんで、まあやっていただけたらなと思います。まあ多くの市民の理解を得て、支持を得るということがやっぱり信頼を得るんではないかなと思いますので、もっと多くの方に、平木市長がやっぱり やられたことやってきたことやろうとすることを理解してもらうことは大変大事だと思います。ここでも最後お願いいたしまして終わりたいと思うんですけども、本当にこう市民から平木市長でよかったと言ってもらえるようなね、そのことがやはり これからの橋本市の発展につながっていくんではないかなとこのように思いますので、まあ、それをお願いして、まあ、頑張ってくださいということしか言えませんが、これで私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。20番辻元君の一般質問は終わりました。順番4、11番田中君、11番田中君。はい、それでは通告に従い一般質問を行います。今回の一般質問は1項目だけです。まあ、再現絡みなのでまたかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、思ったより進んでいないのが現状であり、また新たな問題も出てきておりますので、そのあたりもしっかり追及したいと思います。財源確保と財政健全化について、本市の財政健全化については再建改修をはじめ過去の一般質問で何度も行っている。今回は財政について今後想定できる問題点や市民サービス向上等のため財源確保の一助となればと考え、以下の質問を行う。1、使っていない水を現金に変えることで市の財政確保になる点、またそれを財源とした市民サービスの向上の観点から平成27年6月定例会で提案した工業用水についての進捗状況と今後の企業誘致との連携について問う。2、市施設内の民有地について今でもいつまでも使用料を支払うのではなく買い上げや換地を積極的に行う方法もその場所によってあると考えるが本市の考えは。3、市道等の一部に市の土地として登記されていない民有地が多数ある。道路に関しては
冬季用予算も計上しているが、その数から考えると金額的にも人的にも時間が相当かかる。今後想定できる相続等の問題で道路法的にはクリアできたとしても、その作業等により職員が手を煩わせ、その結果通常業務への支障をきたすことも十分に考えられる。そこで本市の任期付き職員である弁護士と連携し、土地所有者と書面で契約を交わすのも一つと考えるが、当局の見解は。4、再建回収については過去に何度も行っている。整理業務自体は進んでいるが、実際の回収となると各課との連携がうまくいっていない点がある。将来再建回収対策室が廃止されてからのことも視野に入れ、1、再建回収対策室設置後の調停数及び調停額について、2、税と強制徴収交際権の一元化について、3、地裁権の一元化について、4、遅延損害金の進捗についてを具体的に問う。以上、明確な答弁よろしくお願いいたします。11番、田中君の質問、財源確保と財政健全化に対する答弁を求めます。上下水道部長。財源確保と財政健全化についてお答えします。まず1点目の平成27年6月定例会における工業用水についての進捗状況と今後の企業誘致との連携についてですが、当時の定例会で答弁しましたとおり、上水を工業用水として利用することは品質の面からは可能であります。その場合は新たに工業用水事業を立ち上げなければならず、経済産業省の許可を得る必要があります。また同じ管路を上水道事業と工業用水道事業の共同施設とするのは供給水質が全く異なるため、上水施設までの区間は共同施設とする場合もありますが、本市の場合工業用水道のために別途施設を建設する必要があるため、財政面も考え合わせて、市として新たに工業用水道の事業申請をすることは考えていません。次に、上水道事業として上水を工業用水の水として供給することは可能であり、工業用水道事業を持たない場合はそうしている事業体があります。本市水道事業の場合、受益者負担の公平性の観点並びに収益確保の面から料金設定が課題となります。これは料金体系全般にも関わる問題であり、今後引き続き研究していきたいと考えています。また平成27年6月の答弁でお答えしたように、企業が進出をしやすくするための特定の使用者に対する優遇措置は、料金収入の減少が続いている財政状況並びに受益者負担の公平性の観点などから水道独自に取り組むことには限界があるため、今後ともその制度の構築などについて企業誘致担当部署とも連携を取りながら検討してまいりたいと考えています。総務部長。2点目の施設内の民有地の買い上げや換地についてですが、平成29年度一般会計当初予算における土地買い上げ料の主なものは、学校や保育園などを除いた公共建築物関連では996万円、道路、公園、駐輪場関連で
424万5000円、学校保育園等の関連で398万9000円を計上しています。個々の借り上げ料については施設の性質や借り上げの経緯も様々であることから積算根拠も統一されていないのが現状です。次に公共施設全体を見れば、昨年度末に策定した橋本市公共施設等総合管理計画において人口減少、税収減少に合わせた施設総量の最適化を行うものとしており、今後30年間で公共建築物の総量を 30% 削減することを目標にしています。おただしの土地の買い上げに関しては公共施設等総合管理計画で保持する方針の施設が借地をしている場合は土地購入のみでは地債を発行できない財源上の課題もありますが、保持する期間の借地料と購入にかかる総経費と比較した上で購入を検討する必要があると考えます。また勘違については勘違することで市と貸主の双方にとって土地活用がしやすくなり、コスト面でも効果があれば勘違の検討をしていきたいと考えます。次に4点目の債権回収の今後の方針等についてお答えします。まず債権回収対策室設置後の調停数及び調停額についてお答えします。債権回収対策室への債権移管件数は9件で債権額約900万円です。なお所管課から債権回収対策室への移管予告通知により納付や分納誓約書の提出があった債権額は約2100万円です。次に税と強制徴収交際権の一元化についてお答えします。平成19年3月27日付総務省自治税務局企画課長より地方税と地方税の滞納処分の例によると規定される強制徴収交際権を一元的に徴収するため滞納者の財産情報を利用することは差し支えないとの通知を根拠として一部の自治体では税と強制徴収交際権の一元化を実施しています。一元化することは回収事務の効率化などの利点があると考えますが、一元化する業務の範囲はどの部分からとするのか、例えば滞納となれば全て一元化するのか、滞納処分のみを一元化部署で実施するのか等の決定、またそれに伴う業務量の増大による人員や機構等の問題もあり、どのような形態が本市にふさわしいのか等をできるだけ早期に決定していく必要があると考えています。次に資債権の一元化についてお答えします。債権回収対策室においては移管された債権の一部について重複滞納者がいないか関係各課に照会し対応しているところです。資債権を一元化することにより事務の効率化、窓口の一本化、強制執行の一括化等のメリットがある反面、一元化する業務の範囲によってはシステムの導入にかかる費用が多額になる可能性がある等のデメリットも考えられます。また資債権にかかる情報の共有について他の自治体の調査を行った結果、個人情報の共有に関する同意書を取得することなどにより対応しているケースもあるため、分納誓約時など必要に応じて同意書を取得するよう債権回収対策本部会議において依頼したところです。資債権の一元化を実現するために先に述べたメリット・デメリットに加え、本市の機構や人員の問題も含め、今後も債権回収対策本部会議において協議を進めていく必要があります。最後に遅延損害金の進捗についてお答えします。遅延損害金について民法では請求できると規定されていますが、他の自治体への調査を実施したところ、徴収しているところと徴収していないところ、また法的措置時に請求しているところなど様々な状況にあります。債権回収対策室において移管を受けた債権の法的措置時には請求しています。
納期限までに納付している方との公平性を考えれば、徴収することが最善であると考えていますが、遅延損害金についての調査を行ったある自治体においては、徴収基準日を設けるなどにより対応したという事例もあり、本市としましては他の事例も調査しつつ、さらに個別の債権の実態等を考慮し、債権回収対策本部会議において協議を行ってまいります。建設部長。3点目の指導等の一部にある市の都市として登記されていない民有地についてお答えします。本市の認定指導区域内には個人の方の所有権が登記上残っている土地があります。こうしたいわゆる未登記道路については適正な財産管理のためにその取り組みの必要性を強く認識しており、本年度から一部の道路で所有権移転登記等の処理に着手したところです。しかし今後多大な費用と時間、それに応じた体制等も必要となることから解消のめどは立っていないのが実情です。また今後一層高齢化が進み相続等による権利関係が複雑化すると考えられるため、議員お尋ねのとおり法的観点からの対応策についても弁護士等と相談をしながら調査検討を行う必要があると考えています。11番田中君、再質問ありますか。この際11番田中君の再質問を保留して午後1時まで休憩いたします。